クリスマスイブイブイブか、明日がイブイブみたいなやつ、クリスマスイブイブ、明日、明日どんだけ雪積もる、え、そうなの、広島、明日の朝の飛行機で広島行きますと、嬉しい、ありがとう。もしかして亀子さんかな、もしかして亀子さん、あれ、串が欲しいな、串が欲しいな、よいしょ、カメ子ではないです、ん、無事に開催できるでしょうか、天気予報を伝えてるゆらちゃん、え、そんなになんかやばいんですか、雪、ちょっと最新の情報についていけず、私は火曜日のあれをやっておりまして、最新のについていけてずすみませんでございます。とりあえず市内は雪止んでる、え、雪降ってた、ん、降ってた、私今日市内いたけど降ってましたか、9時前まで降ってた、え、そうなん、嘘、7時過ぎがマジでやばかった、え、私いたよ、え、降ってた、外見てなかったのかな、クリスマスコンサートは7列目で見ました、ありがとう、ホワイトクリスマスになるのかなってね、ちょっとわかんない、そ、なんかそんなになんか開催されるかなレベルなのを知らなくて、マジマジ7時から8時にかけて、え、嘘でしょ、嘘でしょ、え、いたいた、しない、え、本当にあれあれ、これから降るみたい、そうなの、休校、え、やばいやん、んー、あら、別世界、マジ、え、私が世の中になんか目を向けてないというか、世の中を見てないだけなのかな、生きてるんだけど、あれ、神戸は全然降ってない、やっぱね、そういうのでなんかあれ感じますよね、あ、やっぱり場所の違いを感じるというか、だってなんかあるじゃないですか、なんか東京めっちゃ雨降ってたのに広島に帰ってきた途端めっちゃ晴れてるとか、その逆パターンとか、やっぱなんか場所の違いを感じてちょっとね寂しくなりますね、東京雨でしたってね、最近なんか雨だったな、昨日、あ、ん？昨日雨だったかな、広島も傘差さずにね歩いた、リンゴさんプレゼントありがとう、赤山原さん決勝ありがとう、半袖でした、やばい、あれカタールってさどこだったっけ、なんか教えてくれたけどどこやったっけ、JR 止まったら
そうなん、そんななんか止まるレベル、マジで。まさがメタルさん、なんだっけ、決勝じゃなくて、なんだっけ、まさがメタルさん、なんだっけ、スノードームありがとうございます。ガイマフラーさん、プレゼントありがとう。そう、私さ、もう明後日サンタが来るのに何もプレゼント考えてなくて、何をもらうか全く考えてない。来ないかもしれない。サンタさん困ってるはず。そう、絶対困ってるわ。もらう方、あげる方、もらう方です。まだあげたことはない。サンタ語で伝えないとって言われた。そう、あれはもうラジオのノリですよ。のみおくんさん、レインボースタープレゼント箱、クマありがとうございます。本当にクリスマスやってくるんですか。マジで実感なくない？なんかあります？皆さん、私は全然全くないです。全くない、全く持ってない。今仕事終わったよって、お疲れ様。そう、しない、歩いてたらめちゃくちゃクリスマス、ん？クリスマスソングばかり流れてるだけって思ってるって。そう、最近はさ、やっぱクリスマスコンサートのレッスンをしてるんですけど、最初のストレッチで先生がめっちゃクリスマスっぽい感じの曲を流してて、もう本当に夢の国みたいな感じの曲を流してて、すごいクリスマスをそれで感じました。クリスマスカードは届きましたか？お、送ってくれたのかな。そう、まだもうそもそもね、最近プレゼント紹介をした後に、後からプレゼントを見に行けてないので。そうなのよ、最新のを見に行けておりませんので、そう、早く見たいですね。ありがとうございます、送ってくれて。今年は年賀状書きました、嬉しい、ありがとう。もう明後日イブだねってね。いや、もう本当になんか感覚がおかしいよ。私はスーパーではもうチキン売ってるよ。なんか怖い、本当に。のみおくんさん、アヒル？ありがとうございます。金のアヒル。クリスマス終わって1週間すると正月って普通にすごいよね。それな、なんかもう詰め込みすぎよね、本当に。プレゼント紹介見るの面白いってね、またやりたいと思います。そう、でも取りに行けてなくてね。そうなんですよ。2022年もう少しで終わりますが、やり残したことはありますか？やり残したことというか、やってみたかったことはあるけど、ありますね。今年のクリスマスは財布の中が苦しんでますって。あら、名前忘れられた岩沢って書いてある。そう、来てくれた
そう、あのリアル話会来てくれてね、もうめちゃめちゃ覚えてるんだけどさ、ある一人の人とさ、もうすごい名前が、なんか名前っていうか私の中で雰囲気がすごい似てる人がいて、あれどっちやったっけってなる名前が。1年終わる前にヘアスタイル変えられたのが良かった。確かに先週より髪の毛伸びたように見えます。確かに伸びてるかも。やってみたいことは、ってやってみたいことは年内に話したいと思います年内に話したいと思います。ちょっと今日は話さんけど、年内に2022年やってみたかったこと話したいと思います。やってみたいこと、やってみたかったこと。29、30は友達の会社でおせちのバイトです。おせちのバイトとかあるんや、すごい。おせち私ね食べたことないんだよね、人生で。多分なんかお正月はなんか机の上っていうか、なんかそのテーブルにいろんな料理が並べられてはあるんだけど、なんかそのあのおせちの中に入ってそうななんか黒豆とかそういう系のやつが机にいっぱい並べてあるんだけど、なんかこの一人のおせちみたいなのはね食べたことない。多分写真見返したら今年だけで髪型七変化、違うよね絶対七変化、ちょっと分かんないや。まあとりあえず七回変化したってあったこと、それともなんかめっちゃ変わってたってこと、分かんないや、ごめんなさい。合ってる七変化してた。いいですね、髪型を楽しむのは良いと思います。栗きんとんも食べたこと、あ、栗きんとんは多分ある。なんかどんなのか思い浮かばんけど多分ある。お年玉を考えると憂鬱になるって私はまだもらう側だから。やったね。おせちはハムとイクラしか食べないです。入っとるん逆に。大晦日から元旦にかけて予定なかったから公園入ってしよう。ありがとう。今年去年からのおせちは私の自作でした。すごい、作れるの？しょうがさん、おせちよりカレー派、初めて聞いた。おせちの黒豆好き、めっちゃわかる。おせちは食べたことないんやけど、黒豆めっちゃ好き。新しい家は作ろうかしらって。いいんですか、嬉しい。2023年バージョン、ぜひよかったら作ってくださいませ。来年はね、来年っていうかもう今年もあと10日ぐらいで終わるけど、10日、本当に10日ぐらいやない、あと9日10日。やばいね。お、メール届きましたって、ありがとう。あと8日、あらあら、あと8日。今年は大晦日から元旦にかけて温泉泊まりに行きます。ありがとう、ありがとう。
ちょっと今すごい頭の中で、あのね、頭の中ですっごいね、あの回転してたの、いろんなことが今、なんかそう、なんか結構ね、なんか血とつぼったって、そう、あのあれよなんか結構さ、みんながね、こうなんか元旦は、あ、元旦じゃないわ、大晦日はなんかどこどこなんか行きますとか大晦日はどこどこね行きますとかね、結構ね、あの言ってくれてて、さっきのコメントは、あの今年は大晦日から元旦にかけて温泉に泊まりに行きますあのコメントで、あの私、あのね、大晦日まで、大晦日31日まで、そう、あの最近ね、ちなみに大晦日を配信するんします、そうそう、それでそう、そのは、その関連ないけど、その31日まで、あの最近そう毎日配信しとるんやけど、31日まで毎日配信しようと思っとって、そうだから、あの大晦日から元旦にかけて温泉泊まりに行きますっていうので、なんか、あ、温泉泊まりに行くけど私の配信を見に来てくれるっていう脳みそに変わって、ありがとうって言っちゃった。そこまでちょっと今やってしまいました、すいませんっていう、そう、大晦日まで、お、やったーって、ありがとうございます、毎日配信したいと思います、31日までは。ちょっと1日からはどうなるか分かんないけれども、はい、そう、もう先々進んで、ありがとうございますって言っちゃいました。友達の会社でおせち1万食運ぶバイト、やばない、それ、やばない、ひやちゃん、お年玉ギリもらえそう。え、全然もらえる。全然もらえる。年越し配信はどうだろう。年越し配信はもうやらないかもな。次の日公演だから。そう、私の頭の中で。橋が凍ってるって、やばいやばい。おせち料理配信。しないかな。そう。おせち多分作らないから。とか言って。紅白、あ、そう、あのね、多分大晦日はね、大晦日はでもそんなめっちゃ夜には配信せんかな、大晦日の、まあ、夜には配信すると思うんですけど、11時とかじゃないかな、結構早めの段階だと思います、時間は解説ありがとうございます、嬉しい、見れる限りは見るね、今もバイト中、ありがとう、頑張って、あら絶対寒いよね夜は、公園あるのにオールして、しようとしてる、やば、私はもうさすがにね、ちょっと寝ようと思うよ、あの31から1日にかけては、まあ年越しして寝るかな、うん、そう、そんなことしたら怒られるのに、どこかで寝ますって、寝てください年越しは結構寝落ちしてます、嘘、私年越しで寝てたことないかもしれないですね、
今日ヘアオイル塗ったっけ。ヘアオイル塗っとこう。伸びましたね、しみじみ。嬉しい。最近さ、そのリハの間でさ、千穂さんと話してて、千穂さんにね、髪の毛綺麗って褒められてめっちゃ嬉しかった。そう、やること多すぎてさっき晩ご飯食べ始めた。マジ？あら大変ですな。そう、自己肯定感上げ。でもやっぱ最近はその先輩もだし、2期生とかとも会う機会が多いから、研究生とかもだから結構喋れて嬉しい。みんないろんな人と最近は毎日会ってるので、今年もゆらちゃん納めしたい。そう、皆さん毎日配信するので31日までよかったら毎日見に来てくださいませ。成人式まで髪伸ばす、伸ばす全然来年なんですけど、成人イベントがね今年もあるみたいで、私は違うんやけど、そう、私の1個上の代の方々が成人なんですけど、イベントをするみたいで、ゆらの時もあるかな。サビとリールみたいお二人とも可愛かった。嬉しい、ありがとうございます。作ってくれました。再来年当てたいって当ててください。皆さんもしあったら髪型いろいろアレンジできそうだねって。そうね、もうさすがに再来年はちゃんと伸びてると思う。うん、再来年にはどれぐらいの長さになってそう。どこら辺だろうね。おへそまでは行ってないか、さすがに。いや行ってそうじゃない？再来年だよ、だって1年もしないうちにこれだからさ。いやでもさすがにそこまでは伸ばさんけど、どうやろ、でもちゃんとロングにはなってると思う。なんかここが足りん気がするんよね、この前髪が。皆さんにクリスマスプレゼントは届くんですか？猫いでさん、なんだっけ、プレゼントありがとうございます。ロングが似合う大人の女性になってますよ。20歳、ちょっとなってたらいいな本当に。振袖ね、何色にするか悩んじゃいますね。でも絶対もう再来年なんてもう気分が本当に変わってると思うからね。
今がロングにやってるから嬉しい。今日はいい報告があり、それがクリスマスプレゼント。あ、めっちゃいいやん。なんかいいね。よかったら教えてくださいませ。ひらちゃんとの話からクリスマスプレゼントよって、そんな嬉しいでございます。クリスマスプレゼント渡す方ですって。私もいずれ渡す方になるのかしらね。クリスマスプレゼントはオフィシャルショップから注文したゆらのグッズ。なんで本当にみんなそんなさ、本当に優しいよねみんなって。本当に優しいと思うみんなは。急にみんなって本当に優しいよね。もう弟にクリスマスプレゼント買ってあげるよって、優しすぎ。それはマジで泣けるや。それはやばい。もうちょっとレッスンでふくらはぎがなんかあのめっちゃ走った後みたいな感じ。そんなに踊ってないんですけどね。運動不足ですかね。だって公演ぐらい踊ってはないし、運動不足やなこれは。普段はしかめ面だけど、ゆらちゃんの見てると優しくなれるのよ。え、本当にしかめ面？嘘。私はすごく笑顔のイメージがあるんやが。27が最後か。イブストがラジオが今日何日だっけ。22か。今日は22。またカラオケ配信したいな。うーん、年内にって、どうやろ。年内できるかな。年内やりたいけどね。またどなたがイケイケ大賞取られるのかワクワクしてますって。イケイケ大賞もね、あ、そうだね、もうついについに来週発表ということで早いですな。カラオケ半年以内にって、カラオケになったらめちゃめちゃリンゴさんがコメントしてくれる。そういや裏イケイケ大賞って結局やるん？あ、そう、私のね配信でやります。私の配信にあのお礼させていただくので、あの送ってくれた皆さん あのお名前をね、あのそう、あのちゃんとチェックしてお礼させていただきます配信で。だからみんなそれも多分年末、その27日以降にやると思うから、年内に。なのでショールームも来てください。ファン同士の話でもイケイケ大賞の話で盛り上がりました。嬉しい。そんななんかみんなのなんかなんていうんですかね、会話の中の一部になっているので嬉しいです。やること多いなって。全然ですよ。やった、裏イケイケ大賞いただきます、楽しみにしてますって。そう、皆さん
フライケーキ大使は全員もう送ってくれた皆さんですのでね。私さ、去年のクリスマスのさ、あのイオンモールみたいなとこであったイベントって、あれ何歌ったんだっけ、一人で歌わせていただいたやつ。イケイケ大社のメールを送った時、イケてますかってつけるの忘れてたって。そう、なんかたまになんかイケてるよっていう時とね、なんか言わない時があって、ちょっと私も違いがよく分かってないんだけど、結局何トン、何トン車わかんない、何トン車何トン車が来るのだろうかね。みんな楽しみにしててください。気にならないかな、な、なになに、なんだなんだ、気にならない孤独を歌いました。あれ、気にならない孤独だったっけな、ごめんね、ちょっと答えてくれたのに私がハテナで返しちゃってごめんね、きんにくんさんあれ、気にならない孤独も歌ったし、あとなんかもう一個クリスマスの曲歌わんかったっけ。私気にならない孤独も歌ってさ、クリスマスの曲もなんか歌わんかったっけ。あれ、え、そう、矢野さんの後に歌ったやつ多分。あれ、なんか歌ん、私なんか歌ったよね、何だっけ。あ、え、あなたとクリスマスイブ、どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれた肩、どんな顔にまでこう続けたままずっとか、粉雪が二人を包んで街の日灯り始めても、あ、世界でか、なるほど、一番、あれからもう1年か、早いな、早いな。クリスマスイブをありがとう。私あれさ、当日までもう歌えないって言ってさ、本番前に、あ、これ言ったことあるっけ、わかんない、なんかちょい裏話みたいな感じになるんですけど、なんかもう本番前まで本当にもう歌えないって言って、お母さんに電話して泣いて、泣いてる暇があったら練習しなさいみたいな感じになって、一人で楽屋の外を出て練習したっていう記憶がありますね。あの1年前なのか、あれはもう、これえ言ったことなかったかもしれない、そう、こんな裏話がありました。1年経ってやっと言うんですけどなんで1年間言ってこなかったんでしょうか。そう、やっぱ言ったことないかもしれない。そう、そんなことがあったんですよ、やばない、普通に。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。何だったんですかね、本当にね。でも1年で早いですね。いつか今日を思い出すわ、メリークリスマス、 And I love you。
ミキサーのコメントが面白かった記憶。え、そうなん、どんなこと言っとったんやかね。もうあの日はなんかもう本当にいろいろ精一杯すぎて、なんかもうやばかったよ本当に。そんなクリスマスでした。今年のクリスマスはどうだろう。でもコンサート楽しみです。どこを歌えなかった、どことかじゃなくて、もう本当に無理ってなって、なんかもう全てにおいて無理ってなって、そうっていうクリスマスのあれだった。まあ今となってはね、こうやって話せるようになるんですね。やっぱり日にちが経つということは。韓国は今マイナス20度まで下がって、やばっ。そう、昨日妹と韓国語講座みたいなのしてて、夜寝る前に。結構普通の人よりは知ってるっぽかった。普通の人っていうか、なんかそう、字は全く読めないんですけど、そう。インナミさんハートありがとう。レインボースターもありがとうございます。クリスマスイブをありがとう。ああ、あれか、今週のオンラインはサンタですよね確か。何色なんやろ、赤かな。韓国のダンスは真似したりしますか。できない、もうできないですよ。トン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 トすごい。あ、待って、私今気づいたかもしれない、ショールームがクリスマス仕様になってるの。え、いつからなってたんだろうあれ、今気づいたガチでやばい。え、これいつからなってる。25日は全部の部でお話しましょうね。ありがとう、待ってます。そう、4部あるんですよ25日。もう本当に嬉しい、皆さんと話できるの楽しみにしてます。クリスマス当日25日、楽しみにしてます。え、いつからだろう本当にな気づいたらクリスマス仕様になってたね。どっちも着たいね、黒も赤も。話すこといっぱいって嬉しい、待ってます。でもね、私は結構年末は結構年末、え、今って年末え、今年末っていつからなの。年末っていつから。今って年末、今はクリスマス前。年末ってクリスマス終わってからなの。25、ん、25とか
6とか。クリスマス仕様の画面ゼッキーがいる。あ、ほんとや。え、ゼッキーってめっちゃ懐かしくない？なんかやば、これよね、ここにいる。逆かな、みんなから見たら。懐かしい、ゼッキーって。ゼッキー懐かしいな。やばいな、やばいな、やばいな。ゼッキー懐かしすぎやろ、びっくりした。ノスタルジックみたいな感じになったよ今。え、去年、え、去年、嘘でしょ、一昨年じゃないの。その頃からみんな応援してくれてる人がいるってすごいですね。もう私の記憶にもなかったとか言ったら本当にゼッキーには申し訳ないんですけど、それは言っちゃいかんな、すいません。うん、そう、みんなからもらったゼッキーだからそんなこと言っちゃいけん、すいませんね、本当に本当に謝罪します、すいません。メルティキス空から降ってほしい、非常に。もう年末でもいいんじゃない、本当。じゃあ年末なのか、皆さん年末は、え、ゼッキーの存在を覚えててくれてすごい。2022年6月頃、覚えてるの2022年6月って、すごっ。名前の由来、私も覚えてる、絶壁だよね、私と一緒で絶壁だからみたいな。やば、やばすぎやろね、2年経つ。自分のツイート見返してたその時期だった。すごい、すごいね。でも今年の年末はね、すごくね、もう充実した年末にしたいと思います。うん、みんなって、私がさ年末とかに配信してもさ見れるもんなんですか。まあでも今でも見てくれてるから非常にありがたいんですけど、今から本格的に年末になってくるじゃないですか。そう、あー、もうクリスマス、嘘でしょ、何がって感じなんですけど。バイトで見られん、嘘、嘘でしょ、夜なら見れるよって。なるほど、なんか今めっちゃエレベーターでどんどん自分が下がっていくような感覚になったわ。27日から冬休みなので見られますって、29からお休みなので。なるほど、逆に朝とかは見れるのかな、みんなは。朝はみんな起きてるよね、仕事前だから。朝は余裕で見れるって。そう、私が逆に朝全然起きれないからさ。朝配信とかしてましたね。実は池田ちゃんバタバタしてて今日は声しか聞いてなかった。
あ、配信ってこと？ありがとうございます。朝10時まで寝てますって。私も休みの日はね、そんな感じ。朝寝坊なんで予告お願いしますって。マジの寝起きだった、本当にマジの寝起き。30まで早朝から仕事ですって。あら、早朝ってもうマジで5時とかってことかな。あったね、5時とかに配信しとったね。懐かしいでございますね。3時1から広島に向かいます。大阪寄るけど新幹線で見ます。ありがとう。そう、冬の朝5時は地獄。え、それなん、もう寒すぎて。てかもうなんなら朝の8時とか7時でも寒すぎるよ。もう本当にもう布団から出るのに30分ぐらいかかる。出てしまえばね、勝ちなんですが。懐かしい、本当に懐かしい。なんか今懐かしい話をしている。とても。いやでもね、最近こう好きになってくださった方もね、本当にもちろん嬉しいですし。そう、まだまだね、まだまだこれからですので。仮に私がさ、あと仮にですよ、仮に10年アイドルをこっから続けたとするじゃないですか。だから28歳まで仮にアイドルを続けたら、もう今この段階ってもう初期になるんですよ。すごくない？そう考えたら初期ですよ。初期の頃はーってなるんよ、この今が。だって今はさ、もう初期の頃はーって言ったらさ、もうお披露目とかそれぐらいやん。けどもう28歳とかになってもね、あのまだアイドルやっとったら初期らへんはとかになるんかなって思ったら、すごい。初期の頃はなんか髪伸ばすとか言ってたよねとかに多分なるんよ。28って今の自分やわって。そう、10年後です。10年後、28歳。5年後は23歳だね。なんかこのお茶めっちゃさつまいもみたいな、さつまいもっていうかなんかあんの芋みたいな味がして、ごめんなさい、やった。美味しい。斉藤さん10年先の年齢だと思われてましたってなんか言っとったよねそれ。でもなんかみんな結構年齢不詳かもしれない。私からしたらみんな全然年齢がわからない。ワクワクするってワクワク。え、マジで結構みんな年齢不詳。最近さ、あるファンの方からというかオンライン話し会で、何歳だと思いますかって聞かれて、5歳から10歳ぐらい上の年齢言っちゃって、すごい気まずかったから、あんまり年齢をそうなんか当てに行くのはもうやめようって思いましたそう、もうみんな、そう、年齢は当てたらあかん。私はもう、そう、めちゃめちゃ気まずかった。ごめんなさいって思った、普通に。10年後、俺34か、さすがに結婚しとるかって。
ねえねえとか言ってねえ。34歳、私どうなんだろう、何してるんだろう34歳って。あともう一回18歳するぐらいな感じ、もう一回生まれたてぐらいからやり直したら36歳。30代は早いって言われる。そうな、私はまだねもう20代も来てないからわかんないよ20代も来てないからわかんないよ。でも本当に早く20歳になりたいなとは思ってる。年齢の話はやめましょう。年齢の話、年齢に敏感だよねなんかうん、20代も社会人だったらほんまに早いって。なんか社会人っていうのがもうあんまよく分かんなくて。そうなんよ、なんか本当にもうマジで高校1年生で頭が止まってるなって感じしますね。顔だけ老けて。10代良かったって言ってるかもよ。確かに10代に戻りたいって言ってるかもしれない。10代に戻りたいって言ってもね戻れないからね。楽しんでおきたいけど何を楽しめばいいのか分かんない。10代何を楽しめばいいの。 10代だからって何を楽しめばいいんですかマジレス、みんなに質問。10代だからってさ、みんな何を楽しんだらいいの分かんない。若いのを楽しむどういうこと。ただまあ次19歳でさ、え何を楽しん、なんか10代だからなんか何を楽しんだりのか分かんないですよ。青春、青春ね、なるほどね。その日を楽しめば全て OK。 確かに遊びまくる私遊びまくるもなんかよくわかんないんだよね。何を遊べばいいんですか何を遊べばいいの。そう、なんかなんか同級生がさどんな遊びをしてるのかわからない。私と同級生の子たちが何をして普段遊んでるんだろうってめっちゃ思う。何してるんだろうね。みなみさん雪の結晶ありがとう。大人になると時間も縛られたり、え、どういうこと。何時に帰ってきなさいみたいなお相手さんから何時に帰ってきなさいとかそういうことですか。あなた遅くまでどこ行ってたのとかそういうことですか。そういうことじゃなくてお相手さんとか言って、私の同級生はゆらちゃんの配信見てますって。絶対変な人だと思われてる絶対おかしい人だと思われてる。私ね本当に自分でおかしいと思うんですよ。本当にねおかしい。えきちゃんの活動は充実してると、うん、でも本当になんか普通に生きてたら経験できないようなことをいっぱいさせてもらえてるから、しかもなんか毎日が刺激的といいますか、なんかいろんなことが起こるじゃん。1ヶ月でもう全然違うことが起こるからさ、なんか本当にすごいなって思う。
まあなんか普通のね、なんか女子大生とかもまあ楽しいんだと思うけど、そう、もう本当に毎日が刺激というか、刺激的というかね。そう、しかもいろんな人となんか出会ってね、なんかすごいすごいですね。車やバイク乗り回してる。え、私車も多分別にそのアイドルをしててもしてなくても絶対車とバイクは乗ってないと思う。怖いもん。そうだよ、わさびも食べてるし、もう普段もう生きてたら経験しないような、やらないようなことをやってるからさ、やらせていただいてるからさ。そうだよ、ねえ、結構経つけど20代前半とかの記憶って鮮明に残って、そうなんや。わさびはまた騙されました。やった、騙せた、やったね。本当にやばいよあれ、マジで。みんな、まあ、おすすめはしないけど本当にやばい、ガチでやばいです。もうわさびが嫌いになりそう。なんかもう絶対お寿司でさ、わさびないと無理なのにさ。わさびあれはうまかった。え、本当にバレると思ったんやけど、今回私なんか全員多分リコチもイキリカもサコちゃんももうわさび食べれない勢だったの。だからもう私が食べるしかなくて、なんか前回やったから、そう前回やったから違う人みたいな感じに一瞬なったんやけど、もうあの3人はねもう食べれないみたいで、もう私が食べるしかなかった。え、ね、ゆきりかうまかったてかみんなうまかった、さこちゃんもうまかったし、りこちは可愛かったえ、マジで。でもあれは本当になんか演技とかじゃなくて、リアルに本当に辛くて、辛くてこうなってた本当に。だし、その前回の時もガチであの反応だった。ドッジボールしたくない JK は吹いたって、そうあれ面白かったって妹に言われました。嬉しい、根性あるねって。え、そうなんかね、根性あるってよく言われるんですけど、根性が何かよく分かってなくて根性ってがよく分かってなくて、なんとなく分かるんやけど、根性あるねって言われてどの辺があるのかがちょっとよく分かってなくて。引き受けた池田ちゃんがすごいよって。いやだってね、そりゃねでもそういう結構多分性格なんよ。なんかもう自分がやらんとなって思ってやっちゃうような性格なんですよね。最近ちょっと結構自分の性格分析をしてるんですけど、自分がやらなきゃなっていうところでちょっと苦手でもやっちゃうみたいなところあるっぽい。やばい、マジでクリスマスコンサートの曲がずっと頭の中で流れてる一生。終わったら存分に歌えるな。そう、あさってだよ。配信あるんかな、分からんけど、ゆらちゃんとリコチがどんな感じで話すのか興味あります。え、でもね、割と普通だよ。めちゃめちゃ普通。あー、やっほーみたいな感じ。普通普通。え、もう1時間経ったかな。あ、経ってる。え、じゃあ終わろうかな。1時間経ったところだし。あ、ありがとう、ナウ。Now、 ありがとうございます。なんかね、ゆらってね、何落としたんか忘れましたリコチとイキちゃんから当たってるのよって。
嬉しい、ありがとう、ありがとう、1時間ありがとうございました。ありがとう。最近なんか割と配信時間多めにできてて嬉しい、普段より。明日物販や配信とかの情報、あ、そうなんだ、じゃあまあ公式をって感じですね。詳しくは公式をって感じですね。楽しい時間を早く感じますね。嬉しい、そんな言ってくれてありがとう。明後日楽しみにしてます、ありがとう。みんな、そう、年末まで毎日配信するから明日も配信するので来てください。そう、明日も来ます、ありがとう。頑張ってるリキちゃん見てると自分も頑張る。いやいや、絶対私、絶対みんなの方が頑張ってると思うよ。まあそんな、まあね、人の頑張りにそんななんかもう差はないだろうみたいな感じで、まあちょっとそういう言葉もあるかもしれないけど、結構リアルにみんなの方が頑張ってると思う。みんなはもう優しいからね、言ってくれるけど、50代になってこれしか楽しみがない。いや、そんなことないよ。ちょっとよく分からんけど言ってみました。でもここ最近配信来て来れてる気がするね。もう一時期なんかどこに行ったことやらって思ってたけど、嬉しいです、来てくれてありがとうございます。充実の内容でしたって、ありがとうね。なんかさ、こういうの見て思うんだよね、やっぱコメントとか見てさ、なんかこれ前も言ったことあるけど、なんか本当に私が想像してるもみんなの顔はもう結構覚えてるからさ、やっぱり自分のファンの方は顔覚えてるからさ、なんか本当にあの人がさ、家でさ携帯を持ってさ、またはパソコンとかタブレットとか持ってさ、ショールームを開いてさ、コメントをあの人がしてるのかとか思ったらね、すごい不思議な気持ちになるんですよ。本当に私が思ってるあの人が今コメントしてる、なんか操作なんじゃないとか思うよね。本当なん、みんな本当に私の配信を見とん、みんなって、私が想像してるみんな、基本的にコメントが来る人はもうさ顔わかるからさ、本当に見とん私の配信って思う。なんか私顔はわかるんやけど、みんなの顔何回言うんって感じやけど、そう、なんか本当にあのみんなが家でタブレットまたはパソコン携帯でショールームを、私のショールームを開いてコメントをしてくれてるのか、私の話を聞いてみたいな、そう、マジ AI なんかなっていうか、なんかショールームの機能なんかなとかめっちゃ思うよね。それぐらいみんな毎日来てくれるし、コメントもなんかすごいね、優しいコメント打ってくれるし、もうね、本当にそんなの考えてくれて、こう、いや、マジでね、ここまでもう考える域まで来てるんですよ、本当にみんなが。なんかもう毎日来てくれるし、優しすぎて。本人が見とん？本当に本人が見とん？なんか逆にみんなのことが、なんか逆になんかみんながアイドルに思えてくるっていうか、なんていうか。そう、逆になんかみんなのファンみたいな、本当になんかコメントしてくれてるんかなみたいな。そう、ありがとうございます。いや、本当に見てくれてるっぽくて嬉しい。はい、そんな感じで終わりたいと思います。じゃあランキング、くものさん、プレゼントありがとう。相思相愛、いいね、相思相愛。ではランキングを読みます。13位ガオさん、12位原田さん、11位赤いマフラーさん、10位てっちゃんさん、9位猫ひでさん、8位のみおくんさん、7位きんにくんさん、6位ホリエモンさん、5位松津さん、4位稲見さん、3位りんごさん、2位まさごメタルさん、そして1位はドゥルルトゥン斉藤さん、ありがとうございます。いけいけゴーゴーいけゴーゴー、今日も斉藤さんはいけてるよ、ありがとう。はい、では終わりたいと思います。ありがとうございました、ありがとう。
ありがとう皆様。ではでは、おやすみなさい。ありがとうございました皆さん、ありがとうございます。では明日も一日頑張りましょう。おやすみなさーい。